はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、どこにおるかというと、三重県四日市市の大井で、ですね、ミニストップ、四日市大井店のところに来てますよというところなんですけど、さあ、今日からね、また新企画、新企画といっても、まあ、前からやってる企画の続きといえば続きなんですけどね、やっていこうと思います。題して、今日はタイトルちゃんもね、早々にもう企画発表しちゃいます。というか、もう今日は多分第1回で企画隠してないと思いますよね。もうじゃらっと出しちゃいましょう。JR 西日本ターミナル駅完全制覇シリーズですね。よし、やってきました。さあ、前回ね、JR 西日本、ターミナル駅完全制覇ということで、中国関西編ということでね、どこだったっけ、宇野駅からスタートだっけ、宇野駅スタートで、宇野から秋亀山行って、どこだったっけ、で、長友富山駅は、行きそびれたのか、そうですね、宇部新川で、あれですね、寝坊してっていうことがあって、で、その後どこだったっけ、仙崎駅行って、境港駅に行って、で、あとどこだったっけ、桜島駅か、行ってきましたよと、行った動画がありましたよと、うん、いうことでございますね。で、その動画の時にも見ました。まだまだね、JR 西日本の駅、たくさんあるんですよ。で、どうしようかな、宇部新川ね、あっちの方行こうかなとも思ったんですけどね、もう一つ、まぁ、ちょっとね、宇部新川よりは近くってね、行きやすいといえば行きやすいんですけど、なかなか電車だと、かなり難易度の高いところがもう一つありまして、それがですね、九頭竜湖駅っていうところですね。これがですね、九頭竜線でしたっけ、九頭竜湖線だったかなっていう、福井県なんですけど、福井の、駅のところからスーッと支線が分かれてきてですね、途中から支線になって分かれていくような感じで、その後山奥の方にずーっと入っていくね、秘境路線、結構な秘境路線があるんですね。ここがね、まあまあ行きにくいぞということで、ね、どうしたものかな。本当は北陸セットでね、他のところとまとめていこうかなと思ったんですけど、いや、ここだけ丸一日かかるなと、普通にね、電車行こうと思うとかかるなということでね、どうしようかなと思ってたんですけどね、今日ね、こんな感じで、まあちょっと後ろのね、景色とか見てもらったら分かると思うけど、めちゃくちゃ景色が、天気がいいんですよね。で、本当は今日、予定では、当初だけ、出てた予定では本当は今日は編集日だったんですよ。うん、編集しないといけないデータがめちゃくちゃ溜まってるんでね、もうバカみたいに撮ってますから。今じゃんけんの旅の編集を、やってて、まあこれちょっと今厄介なのが、4つ目とかもういろんな並行でやってるんで、今なんだったっけ、じゃんけんの旅2の編集と、一気見版のね、編集と、一気見版の編集と、あと、弁当ワングランプリの編集撮影と、で、撮影が終わるとやったと、どっち乗り、伊勢鉄切符で行く、伊勢鉄道完全制覇の旅シリーズ。でしょ？で、時事ネタ、ショーツで撮って山田もぐもぐとかやってるやつがあるでしょ？で、それに、時事ネタ用は、まあ、これは入り次第っていう形ではありますけど、って感じで、今5本の動画の撮影、編集、投稿管理を並行しながらニコニコ動画を、プラスアルファでやってるって感じになってるんで、かなりね、ぐっちゃぐっちゃなスケジュールではあるんですけど、ですからね、ちょっとね、この、ゴールデンウィークはね、なるべくちょっと編集をやってねってことで、なんとかこれをちょっとスッキリさせたいなというところがあったんですけど、ちょっと気合い入れてね、ちょっと一本化させるとかね。まあ、というか、まあ、これちょっと投稿方法も考えないとね、4つ目あそこの軸にしてあるんで、まあまあ、弁当1だったら、まあまあまあ、これからは多分単発になっていくと思いますんでね、うん。あれを撮る分にはいいと思うんですけど、てかね、そのあたりの話もしながらも進んでいきましょう。で、結論から言います。結論から言うと、電車でね、行こうかなとも思ったんですけどね、もうね、ちょっとね、あまりにもね、電車だと不便すぎるって、言っちゃっていいのかな。まあ、言っちゃっていいよな。さすがにね、ちょっとね、かなりしんどくてですね、なんかパクパクしてる。大丈夫かな。なんか今液晶画面が怪しい感じになったけど、
多分なんですけど、ちょっとね、接続が、もう言うてこのカメラも2019年から使ってるわけですから、4年目、5年目ぐらいなんですよね。ですから、まあ、一回、福知山行った時にね、動かなくなってね、えらいことになって、スマホで撮ってたスマホが熱暴走して、再起動しやなかくなってとかってやっとったら、まあ、電車の時間だ、もう次の電車2時間ぐらいよとかって言って、めちゃくちゃわったわったしたことがありましたけど、とりあえずこれで行きましょう。まあ、最悪がね、だったら、あれですね、そのあたりカメラもね、そうそう新調しないといけないのかな。九頭竜湖駅ね、どうしようかなと思ったんですよ。思ったんですけど、これがね、例えば、まあ今から、ちょっとね、遅いんであれなんですけど、九頭竜湖駅を、まあ始発で行ったとしましょう。始発で行った場合ね、どうなるかっていうとですね、朝の4時半起きでですね、朝の4時半起きで、新幹線やら特急やらを乗り継いで、すっげえ、もう金もかけて、めっちゃ早起きして、行くと10時42分に着きますってことで、6時間かな、うん、6時間7分。で、まあ一応早い方法だと、コスパの良い方法だと、8時30分に出ると、14時22分に着くよってことで、まあ、今11時20分なんでね、あれなんですけど、っていうような感じなんです。これだと、ちなみにちょっと安いよね。さっきの新幹線使うと1万円、片道1万円ぐらいかかるんですよ。9940円かかるんですけど、ちょっとスクリーンショットとか。安い方法だと5250円で行く方法があるよと。まあ、これ高速バス使うらしいです。高速バスで、福井まで出ると、結構、コスパよく行けるみたいなんですよ。まあ、名古屋からね、福井を、ぐるっとね、JR で、大津の方も、ね、琵琶湖の方に迂回する必要なくて、そのまままっすぐ行けるんで、結構その分、いいみたいなんですけど、まあ、どっちかこれで、5時間49分とかかかるんですね。これがね、車だとどうなるのかっていうと、今から出た場合ね、今から車で出た場合どうなるかね、現在時刻、車だとどうなるのかっていうと、ですね、2時前に着くらしいです。高速を使った場合ですね、高速を使った場合、2時間16分で着くらしいです。高速使わないと4時間22分かかるらしいんですけどね。っていうことなんで、そうすると今から出ても13時41分ってことで、始発で乗ってで、くっそ頑張って電車で行くよりも、今11時25分、お昼前から車で行った方のが1時間早く着くというね、これくらいちょっとね、ちょっと車とね、あまりにもちょっと差があるよと。ちなみに車の場合のルートをね、ちょっとスクショしとこうかな。うん。車だとね、結構ほぼ一直線で行けるんですよ。これは全部高速を使った場合ですけどね。で、これが電車だとどうかっていうと、よいしょ。これはこう、新幹線使った場合ですけど、まあ、こんだけ SG でぐにゃーっとね、大回りな移動になっちゃうんですね。ですのでね、これだけの差が生まれてしまうと。で、ね、まあ、本当には電車の方がね、楽ではあるんですけど、まあ、さすがにこれはね、ということで、今回は車で行きたいと思います。っていうのは、九頭竜湖駅ってなんか道の駅も借りてるらしいんで、めちゃくちゃ車でも便利らしいんですよね。ってことで、早速向かっていきたいと思います。さあ、スパートしてしまったけど。あ、ってことで、とりあえず、中島までは高速使おうかなと思ってます。ケースバイケースで、もうそのまま高速使うっていうセレブな生き方もあるんですけど、ああ、いい値段になりますからね。一宮、長島間をショートカット、堤防でショートカットしようかな。飛んでそうやけどな。まあ、とりあえずちょっと前に画面向けていきましょう。